コロナ危機 JCP ニュースです新型コロナの問題でお話をしてきましたが今日はやっぱり検察官の幹部の定年を内閣の判断で延長できるというですねとんでもない検察庁法の改正を国民の世論によって止めたっていうこのことにもどうしても触れたいです。国民の世論と私たち野党の頑張りが今政府と与党を本当に追い詰めているなぁと思えてならないんですね。 で実はこの検察庁法改正の問題では私もまあネットで大騒ぎになりましたけどもそのネットの番組に五月十七日の日曜日に、えー、出演をいたしましたいよいよ週明けにももう強行採決をされるんじゃないかという局面だったんですね、えー、維新の議員などともあの一緒に出た番組で私はその中でもう強行採決は避けられないんだっていう維新の議員に対してですね。 そんなことはないと今の社会の状況を見てみれば強行採決をさせない可能性はゼロではないといいですね5月17日バイタムとも予言のような言葉になったんですけれどもこういうふうにお話をしたんですで、なぜそう思ったのかそれは新型コロナの問題で国民の声で現実にいくつもいくつも政治を 動かしているっていう実感があったからなんです。あの例の皆さんなかなか申請書も届いていないかもしれませんが、あの国民一人一人へのえ日本に在住する皆さん一人一人への十万円の給付もですね、土壇場のところで世帯への給付じゃない一人一人への給付だっていう皆さんの声でこれはあのひっくり返りました。それだけではありません。えー、例えばですね、今あの、えー、持続化給付金 えー、中小企業や、えー、フリーランスの方への給付制度なんですけれども私たち3月の時からですねやっぱりあの中小事業者フリーランスの方々には給付金まあ保償という意味での給付金が必要だということを言い続けたんですけれど3月の時点では国会では安倍総理は無利子無担保の強力な資金繰り支援借りろと融資の制度を作るから借りろと。 ここういういいととをずっと言い続けてきたそれが国民の世論に押されて給付金の制度が必要だというふうふに認めたわけですで今そこからはじかれているフリーランスの方あるいは新規開業者の方これどうするんだっていうことについてもですねやはりあの新規開業者含めてまたフリーランスの方で跳ねられている人にも何とかして給付の制度をあの行き渡らせなければならないと中小企業庁は認めているわけなんです。 これだけじゃありません。この持続化給付金があれば家賃の支援は必要ないと言っていたでも私たちは、えー、あなかったかペーパーなかったけどこの間お話ししました家賃の支援もですねあの固定費として継続的に出ていくお金は支援が必要だこれも与党も認めざるを得なくて少なくとも6ヶ月間家賃支援ができるっていう方向の提案を今行っているわけです。まだありますあ ありましたね事業者の家賃支援そして学生への授業料の減額これもですねいやいや今すでにあの家計が大変な方にはえ授業料の減額免除あるいは奨学金の制度があるから現行制度でやればいいんだっていうことを3月の時点4月の時点でも言い続けてきたんですそれをですね今授業料も含めて何らかの支援が必要だというふうに政府は言い始めています。そして えー、給与保証、これ雇用調整助成金ですけれども、あの国もね負担をして、えー、給料の保証をやりますよって言ってるんですけども、これ上限が一日あたり八千三百三十円、これじゃ全然生活費に足りないよっていうことを言い続けてきました。え、そしたらね今一万五千円まで日額上限を上げます。こういうあの一つ一つの世論によって。 与党がぐらぐら動きて政府も押されて押されて次々と支援を行ってるんですねあの今回検察庁の問題ではあの著名なアーティストの皆さん芸能人の皆さんが相当に SNS で発信を行ってえそのことが世論を大きく広げる力になったと思います私はそのアーティストの皆さんの根っこにはやっぱり公演がなくなりイベントがなくなりライブがなくなり ここののとに対して何の保証もない。で、名前も顔も知られている声も知られているそういうアーティストを支えるために裾野になっているたくさんの人たちがまず真っ先に切り捨てられているこのことに対する怒りの声ってふふつつと怒ってたんですね。そういうのが土台や背景にあって新型コロナでやらなきゃいけないことがこんなにあるそのことをやりもしないで何で国民の世論を踏みにじって検察庁法の改正なのか。 この声も大きかったというふうに思うんです皆さん本当に今、えー、政治をですね私たちが動かしているというふうに思いますぜひ今一度諦めないと今声を上げることが政治を動かすんだということで皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います、えー、たらざる支援やらせていきましょう不必要な法案廃案にしていきましょう皆さんと一緒に頑張ります